下良町立下良中学校は愛知県北下良郡下良町田口にある公立中学校。下良町の中心部は田口地区であり、田口地区には1947年に開校した下良町立田高中学校があった。1960年には田口中学校八橋文校下良町立神田中学校が田口中学校に統合されている。田口中学校は 田口大成辻前14にあり、現在は、下良町役場、下良町議会、下良町民図書館などがある。下良町内の中学生徒数の減少により、田口中学校、下良町立清司令中学校、下良町立枕中学校の3中学校を統合し、2001年4月1日に、下良町立下良中学校が創設された。ログハウス風の新校舎の設計は、 伊藤建築設計事務所。設楽町さんの木材を使用した、鉄筋コンクリート作り一部木造二階建ての校舎である。2003年には、第34回中部建築賞で受賞し、公立学校有料施設表彰を受けた。2004年には、日本建築学会作品選手に選ばれ、2005年には、日本建築家協会優秀建築選に選ばれている。2004年には、 下楽町内にある愛知県立田口高等学校との間で中高連携一貫教育を開始した。愛知県の公立学校で中高連携一貫教育を行うのは下楽町が初である。2017年度の生徒数は65人。以下の4小学校区が下楽中学校の学区である。男子ソフトテニス部、軟式野球部、女子ソフトテニス部。 卓球部の4つの運動部のみで文化系部活はない。全校生徒が運動部に所属し、秋には全校で駅伝競争に取り組んでいる。その時には全生徒が駅伝部に所属しているという扱いになり、普段所属している部活動は行われない。ありがとうございます。